はいどうも、タクタクです。モンスターストライク 3DS やっていきましょう。本日は前回に引き続きゼロの超絶クエストですね。あるチケットで行くので、イザナギかな。イザナギにとりあえず行きましょう。あ、重力部バリアだもんね。で、ワープ蘇生だもん。あ、ここもう行けんじゃないね。行こう行こう行こう。この中行けそうな気がするわ。つくよみ側な感じだったから。なんか、何だったっけ、なんか手こずった記憶があんだよな。なんだったっけな。まあ、行こう行こう。多分大丈夫だよ。ここもだから、かぐちに当てるゲーね。かぐちに当てるゲー、はい。あー、面白い動きをしますね。僕はここ何を手こずってたんだっけか。なんかナポレオンをここやっぱり2体連れてくんだよみたいなことを言っていた気がしますけども、全然そんなの関係なさそうなところですね、これね。当てる。はいはいはい。でたらめな強さだな。でたらめだな、こいつら。はい。2層目、早くも。あ、もう、あれなの。イザナミなの。こうか。これでどうなんだあ、キラーがすごい。何回読んだ。で、ワープを出される。あ、少な。ワープ少な。どうしようかな。こっちから。バハムートから倒すかっていう。あ、ワープ、やっぱ、ワープ飛ばされたか。なんか、ほんと関係ないね、でもね。うわぁ、ちょっとたまたま3人重なってたから超痛かったんだけど。何それ。もうどうしようもなかったわ、今のは。ハート、ハート取って、ハート取って。いや、倒しちゃった。いった、あった。ハート欲しかったー。ハート、ウォーミー、あ、ハート、ウォーミー。ここが辛いんじゃない？地雷とか巻かれる系じゃね？クシナダゼロであれば。どうなの？巻かれる前に全部、あっ！やっぱりあれだこれ。ガイアが全然ダメージ受けてねえもん。で、地雷を巻かない。あ、巻く！マジか。まあ、こうだな。こう、こっち行こう。へい。おいーい。あっちい。そうか。ダメージウォールはあっちいな、やっぱりな。あっちい地球を冷ますんだ。ねえ。今ので何人が分かったんだろう。いけ！もうこれ、雑魚処理じゃねえこれ、もしかしたら。多分ね。今回これは先雑魚処理なんだよ。あ、めっちゃキラー入ってる。魔族キラーだからか。だんだん俺のキャラがね、皆さんも分かんない。なってきてると思うんですけど、元からこういう人だというね。よしちょっとギリギリの戦いだこれ。ここでやられる可能性も十分あるからね、本当に。そこはちょっとご了承ください。よっ、まずちょっと OK、 ちょっと青鬼を倒して。 OK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  青鬼倒してる。青鬼を倒す必要性が、うわ、クロスレイズ蘇生もあるよ。そっか、これ蘇生あんのか。おりゃ、いけ。うわ、きついな。ストライクショット打ちたいな。食い旗を避けといたのは良かったな。端っこにこれで浅く入れば多分ね、なんとかなると思う。いけ、はい。ちょっと待って。耐えてる。そしてハート持ってんな俺は、やっぱり。よっ、よし、危なかった。なんか一番の難関を抜けたっていう気がするわ。でもさっきのダメージオールに突っ込むのが一番痛かったね。あ、そっか、突き読みも出てくるのか。もう踏んだり蹴ったりだぜ。格土がいれば大丈夫。なるほどね。もう、かぐちは一回いればもう大丈夫だばってんって感じなの、ここは本当に。かぐちがいれば大丈夫だばってん。それが、ちょ、叩きすぎ。あー、もう終わっちゃった。で、ここは亀かな。あ、亀じゃんけどね。はい。で、まあ、ここはね、容赦なく叩けばいいですね。亀ね。なんで3ターンなの。あ、ちょっと硬いんだ。なるほど。ちょい硬め。
ね、油多め、味濃いめ、麺ちょい方でみたいなね。何言ってんのね。はい、家系ラーメンを食うときにね、頼む人はこうやって頼む人が多いです。家系ラーメン、うん、家系ラーメン、横浜のね、横浜屋っていうラーメン屋さんの系列です。そんなことを説明されて知ったところで何もモンストと関係がないし、いいことも何一つないんで、まあまあまあ、たまに食べたくなるんだね。こって超こってりなんだ。まあそんな話もしている余裕の見せ所ですわ。これダメージ用に突っ込まなければ、まあもう、まあ、アブもめっちゃ突っ込んでる、めっちゃ突っ込んでるやん、これ。大丈夫？耐える？自分耐えられる？これ。アブ、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 耐えて、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 耐えて。危ねえな、こいつ。これで決めてもらわんとやべえぞ。これちょっと多分突っ込むと思うんだよ、どう考えても。なんで、こいつ決めてもらうわ、これ。いけ！あ、浅すぎた。あ、大丈夫だった。あ、そっかそっか、クイバタの時は自分が弾かれないから大丈夫なんだ。そっか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 、ストライクショットちょっと無駄だったがあったね。わ、そうなると、あれあれ、俺の記憶ではイザナミとヤマトタケルだった記憶があるんだけど、クシナダとヤマトタケルになってね。もういいよ。これ両方倒さないようにした方がいいんだよね、多分ね。超激おこになるもんね。はい、もうすでに激おこになる気満々だよ、これ。やばいなぁ。どうしようかなぁ。ちょっとこれ、山竹は倒してもいい、最悪ね。最悪山竹は倒してもいい。はいはい。こう逆に倒しちゃわないようにするっていう気遣いが必要に。なるゲーだな。ああ、やっべえ、や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 べえ、生きててよかった。どうすかな。クシナダ死んじゃうよね、これね。あ、待って、これ、もしかして勝ったんじゃねえ、これ。うわ、どうする、ちょっと耐えれるかな、これ、次の攻撃。耐えれないよな。ちょっとこっちにかけてみようか。あっ、怒る？怒っちゃう、お父さん。攻撃がない、ない。これで決められる自信が何一つない人に関してはどうしたらいいでしょうか。殺す気でいくぜ、お父さん。大号令打ってるみたい。やめてー。負けた。そっかー、すいません、ちょっと調子に乗りすぎました。うわー、そうか。はい、というわけで、まあ負けましたが、まあくまで、まあ、負けましたが、いや多分ね、ストライクショットが溜まってなかったじゃないですか。早く行き過ぎたんですよ、結論から言うとね。なので最初の被ダメージが抑えられる一番最初のところ、一番最初のステージね、あのビゼラとガッチェスとザコがいっぱいいたところ、あそこある程度ザコを処理したら、そんなに早く抜けないでストライクショットを、そうですね、8ターン分溜めれたらベストだと思うんですけど、貯められなかったら、まあ道中でね、ちょっと早く抜けすぎないようにしてやれば、あの友情コンボがあるから結構きついんですよ、あれ。なのでカグツチに固めちゃうとね、ストライクショットをおそらくイザナギに当てるのを2連続でやれば多分勝ちだと思うんですよね。なんでちょっと、まあ今回はその辺のことを全く考えずに初見でやったっていうのが痛かったですけど、まあ、これはちょっといつかリベンジしたいな。うん、そして多分簡単にリベンジできると思います。はい。というわけで、イザナギ
なんとか挑戦しましたが負けてしまいました。申し訳ないです、はい、ではね次回はまた違う超絶、山竹持っていくからちょっと全く勝てる気しないけど山竹に連れてみようか、山竹でやってみたいと思います。はい、それではまた今回もご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。ではまた。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はいかがでしたか？よろしければコメントで感想を教えてください。あとチャンネル登録はお済みですか？チャンネル登録をしておくと最新動画や過去動画が探しやすくなりますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。パソコンの方はこちらのボタンをクリック、スマートフォンの方はこちらをタップしてみてください。 Twitter とニコ生とかもやってますので、興味があればチェックしてみてね。チャンネル登録してくれないとお仕置きだべー。